よう、久しぶり。マジか。大マジ。元気ピンピンだよ。反転術式。せっかい。俺も今までできたことねえよ。だが死に際で掴んだ呪力の核心。お前の敗因は俺を首ちょんぱしなかったことと、頭をぶっ刺すのにあの呪具を使わなかったこと。敗因？勝負はこれからだろ。ああ、そうか。そうだな。そうかもな。オナなら見逃してる。俺は今、お前のために憎んじゃいない。今はただただああ術式反転、バカ。天上天下、唯我が独尊。よこ、これはどうぞ。相手を間違えた。やっやっねえな。これは言ってやるな。まったきりだ。もう自分によく。いい攻撃だ。残像で行くな。ごめん。マクギレだ。ひとばなかなかのパーだな。グッと横どこ行くんだよ。マク守りがいい攻撃だ。グッと死んでんだよ。横何すべてもんでほらよ。手をくる引き寄せろ。どれ追いつけない。まっすぐな。順天と反転、それぞれの無限を衝突させることで生成される仮想の質量を押し出す挙式紫。やめだやめ。違和感。ただ働きなんてごめんだね。いつもの俺ならそう言ってとんずらこいた。だが目の前には覚醒した無加減呪術の使い手、おそらく現代最強となった術師。否定したくなった。ねじ伏せてみたくなった。俺を否定した全員家、呪術界、その頂点を。自分を肯定するためにいつもの自分を曲げちまった。その時点で負けていた。それは捨てたろ。自分も他人も尊ぶことない、そういう生き方を選んだんだろうが。最後に言い残すことはあるか。ねえよ。2、3年もしたら俺のガキが全員家に売られる。好きにしろ。